いつもご視聴いただき本当にありがとうございます今回は包丁研ぎなどに使うこういった天然砥石って一体何なのということで私もそう詳しくはないんですけれども家にある天然砥石をもとにですね勉強しながらご説明していければなというふうに思ってますので是非最後までご視聴の方よろしくお願いいたします はい。ということで、うちにある天然砥石を集めてみたんですけれども、こういったカシューの塗料を塗ったものもたくさんあります。こっちも塗ってあるもんですね。この辺も。こう色や雰囲気が違うものがたくさんあるんですけれども、これなんかは黒っぽくなってるんですよね。ここだけ。炭みたいな研ぎ汁が出るんですけれども、これもカシュー塗ってます。この辺も全部カシュー塗ってますね。 で、こっちは青戸。天然砥石でいう中砥石になってます。京都丹波の方ですけれどもね。これも青戸になってますね。これひび割れて、こっちもひび割れてますね。で、この手前にある小さいものが三河殴ら、本名ら、目白と書いてますけど、箱入りのものもいくつかあって、これ小本山、合わせ戸、鳴滝というふうに書いてます。 これもだいぶ柔らかくて粘りのある砥石になってますで。この辺はカシューを塗ったものがまだいくつもありますね。これもですね。これちょっと色が違うんですけれども、それと虎の柄の中砥石だと思うんですけど、沼田土っていうんでしょうかね。で、もう一個ちょっと白っぽい。これもまだカシュー塗ってない。少しここ割れてますけど。あとは京都のアサギという、 天然砥石です箱に入ってあるのがあと2つあってですね「スいた」という一回使ったんですけど「鳴滝滝」これも「大平山」というこんな天然砥石がそれと「純本山とかいてある」と書かれた最高級品ちょっと筋が入っちゃってるんですけどねこんな感じで見えますかねあと「コッパの小本山合わせど開けてないんですけどねこんなものもあります 一応も天然砥石の成り立ちなんですけれども今から2億5,000年前ですね太平洋のこう赤道付近の深海底に千年に1ミリメートルという気の遠くなるような時をかけてこう火山灰や放山中っていうんですかね海洋プランクトンの一種なんですけどそういった胃がいや粘土などの堆積物 が、地殻変動とかそういったものによって海洋プレートっていうのがこう移動していくみたいなんですけれども、で、京都付近の地表まで運ばれてきて数億年前のものが発掘されてるという、そういったものが天然砥石みたいになってます。ちょっとよーくわかんないんですけど、2億5 0 0 0年前から いろんなものがこう海底で積もり積もったものが地表に出てきて取れているものとまあ簡単に言うとそんな感じなんですけどすごいですよねでこういった石が取れるところっていうのは地球上でもなんかほとんどないようで珍しいんですよねで京都では800年前ぐらいから採掘が始まったというふうに聞いてますで現在のところは結構ほとんどがまあ閉山してしまっているので 取れなくなってきていますよね。まあもともとは全国各地でいろいろ取れてたみたいなんですけれども、まあ和歌山で言うと大村湯っていうんですかね。もともとは長崎の大村というところで採掘されたんで、大村湯って呼ばれてるんですけど、もうそこでは取れなくなってしまって、今は和歌山の白浜っていう地域で取れているようです。ちょっとこんなネズミ色の荒砥石になってますね、大村湯は。 で、長崎の平島砥石っていうんでしょうかね。そういったものも荒砥石として有名ですね。あと、京都は青砥ですね。あと、合わせ戸。こちらにあるのはほとんど京都なんですけれども、仕上げの砥石。熊本で天草砥石っていうのがあるんですけど、こういった虎目のものも取れますかね。で、愛媛、伊予の砥石ですね。あと、愛知県は、 三河、名倉、白っぽい形で様々な地域で発掘されているんですけれども、その場所場所によって特徴が変わってくるというふうなことになっています。その中でもまあ群を抜いて京都で産出される合わせ銅と言われるもの、それと青と言われるものは品質がすごくいいというふうに言われています。こういろいろ種類があるんですけれども、自然の鉱山から 取れるものなので、採掘される場所が本当に数センチ変わるだけでも、品質はもう別のものになって、層も使っていくうちに全然変わっていくという、そんな繊細なものになってますね。なので、見て見極める形しかないような感じになってます。それでもですね、見分けていくようなポイントがいくつかありまして、一つ目は、水を早く吸い込むほど柔らかいんですよね。 で、水を吸い込む速度が遅いほど硬い。で、二つ目は叩いて、キンキンキンと高い音がするほど硬くてですね、ポンポンポンと低い音が柔らかいと言われてで、手に持った時に三つ目ですけれども、重たいほど目が詰まってて硬い。軽いほど目が荒くて柔らかい。この辺は比較的柔らかいです。こっちは目がだいぶ詰まってて重たいです。四つ目に硬い砥石 ですと、地を引くと言いまして、もうカリカリっとこう、包丁が当たってしまうんですよね。逆に柔らかい砥石だと、効きが鈍いと言うんでしょうか。引っかからない感じで。で、6つ目に、見た目が硬いように見えるんですけれども、研ぎ当たりが柔らかいみたいなものがありますね。この、鳴滝の砥石なんかは、硬い感じの見え方はしてるんですけど、研ぐとすごく柔らかい天然砥石です。 あまりにも硬いものは、ぐらとかで面を滑らかにしてあげると、地金を引かないというような形で研げると。そんな特徴があります。品質の見分け方としてはですね、色や形に癖がないというんでしょうかね。これちょっと柄に癖がありますよね。まあそんなような違いがあったりですね。先ほどのこうスイッターみたいに、筋ってあるんですけど、 こういう風うなものがあっても刃物に当たらないのは良い,いものですね。砥石の面がちょっと粗くても立っているっていうんですけど、こう研いだ時に研ぎ汁もよく出て引っかかりやすい,という。で、割れやすいんですけれども、とても質が良いという。青となんかは欠けたり割れたりしやすい砥石なんですけれども、質が良いものが多いです。まあいろんな 性質があったりするんですけれども、お店で買うような場合は、しっかりとした目利きの人がいるところで買った方が間違いはないかなと思います。まあ、天然砥石全般に言われるんですけれども、使う刃物に応じた砥石をチョイスすることで、より良い切れ味をつけることが可能だと言われてますので、カンナを溶いたりとか、包丁を研いたりとか、いろんなまあ刃物があるんですけれども、まあ、大工道具は硬い石。 で、研いだ方がいいと言われていますで。包丁はちょっと柔らかい、硬すぎないもので、研ぎ汁をたくさん出して使っていくのがいいなんて言われています。まあ、切れるように研ぐということだけを考えれば、こう人造研い師も本当によく切れるようになりますし、まあ、番手によって規格がしっかりと決まっているので、研ぐ人の目的に合わせることができるっていうのが人造研い師のいいとこですよね。天然研い師は、 研いでいきながら表面の層が変わっていくとまた研ぎ感が変わってくるなんていうこともあるのでとても難しい感じになってると思います。でも時間をかけてゆっくり研ぐと良い葉がついて白っぽく霞がかった仕上がりになるんですよね。まあそんなものも天然研いでしか出せない仕上がりなのでこういった研いを使われる方はたくさんいらっしゃるかなと思います。で、三河の名倉も 愛知県の、名倉村っていうところで採れたものでは実はなくてですね、採掘される三間村っていうんでしょうかね、隣のところで採れたものを出荷するために名倉村に運んで売られていたので、三河名倉という名前がついたらしいです。で、90%は石英火山岩っていうんでしょうか。そういったものが積み重なってですね、出来上がったものになってます。で、何度も説明している青島という、 小本山というものですね。これもこちらと一緒で。正しく本山で採れたもので、人や刃物に合わせる砥石と書いて合わせどと。小本山合わせどというふうに言われてますね。で、この本山というのは、諸説、鎌倉時代に天然砥石の発祥の地であった、京都の梅ヶ旗という一帯を支配していた、本間一族という名前から、 本間市の山で取れる砥石ということで、本山砥石と言われたのが有力だというふうに書かれてましたね。で、一丁線とか特線とか上船とかいろいろ名前がついてるんですけれども、その取れた鉱山でグレードを付けていたんだと思いますけれども、はい。それとですね、こういう中砥石、ちょっとうまく説明しにくいんですけど、筋が こう入ってるんですよね。なので、砥石が割れやすい。で、こういうカシュー料なんかをやはり塗っといた方がいいというふうに言われてることが多いですね。でちなみに、木の断面で例えると、板目は地層に対して平行。正さめはほぼ直角に切る。こんなイメージですね。一応参考に。まあ、こんな感じで、と急ぎではございましたけれども、天然砥石に関しての情報をお伝えさせていただきました。 いかがだったでしょうかね。まあ何億年前というとてつもない時間がこう作り出す石ということで、と神秘的ですよね2。2億5千年前ってちょっと想像がつかないんですけれども、そういったものがこう今取れて石としてあるみたいな、なんかそんな感じなんでしょうかね。すごく奥深くて神秘的だなというふうに思いながら包丁研いだりしてるんですけれども、これからもまだまだ いろいろ勉強しながらお伝えできればなと思ってますので、今後ともご視聴の方よろしくお願いいたします。その他私のチャンネルでは包丁にまつわることをいろいろ配信しておりますので、そちらも見ていただけるとありがたいかなというふうに思ってます。ということで今回の動画は終了とさせていただきます。何か質問等あればお気軽にコメント欄の方にいただければなと思います。待ってます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。